大連民族大学は、遼寧省大連市近州区両賀西寺18校に、本部を置く中国の公立大学である、1997年に設置された。大連民族大学が直接国家、民族事務委員会の下で、大連、近州区ナショナルセンターエリアに位置し、直接中央省庁、教育の中国省の人民共和国、国家民族事務委員会、中国科学院、 両寧省、人々のもとで大学の一つであります政府は、大連市政府が構築するために、工学、北東部と沿岸地域で唯一の国であると包括的な国立大学の主な特徴として、科学を適用します。国家教育制度改革のパイロット校に選出され、国家の活動は、国家統一と進歩のデモ大学英語教育改革デモ学校最初の、 国立大学を作成するには、最初の国立大学は、エンジニアリングプロジェクト、両年賞の典型的な経験、教育研究の新しい賞の最初と実践を、卒業します学生は教育のモデル校を開始します。大連理工大学、大連民族学院からのカウンターパートのサポート。1984年に、プロジェクトは、1997年、 1993年に公式の創設を修学を学校を建設するために2006年に国家民族事務委員会、両年省政府と大連市政府は三者協働を構築します。2019年4月の時点で学校は2つのキャンパスゾーンとゴールデンペブルビーチを持っている1600エーカーの面積をカバーし20の教育と研究ユニット54個の学部専攻 工学、科学、経済学、経営、文学、法律をカバーしています。7つの芸術分野。31個の省や自治区、香港、マカオ、台湾地域の登録のための学校は56人の学生は少数民族の学生が約60%を占めキャンパスに集まりました。学校は915のフルタイムの教師を含む1200人のスタッフを持って 教師は教師の50%近くが準教授と約50%の教師のほぼ90%で修士号を持っている博士号を持っています。学校は2つの修士レベルの科目を持って修士号の許可を持っています。人文社会科学の8小レベルのキー学問、7つの小キー研究所、地方のエンジニアリング研究センター2小レベルの重要な研究拠点で 国家の特性建設専門8を構築するための学校 3? 大連民族大学は、公海沿岸の大連市に位置し、国家民族委員会に所属しており、工学の主な特徴と北東部及び沿岸の開放的な分野における応用分野を備えた唯一の総合的な全国高等教育機関です。学校は1984年に設立され、2006年に、 国家民事委員会、両年省政府、大連市政府が共同で3社を設立しました。この学校は2つのキャンパス、ディベロップメントゾーンと人種間を持ち、経済管理学部、機械電気工学部、生命科学学部、外国語学部、コンピュータ科学工学部、デザイン学部、土木工学部、文学部と科学技術学部があります。国際ビジネススクール、 情報通信工学部、環境資源学部、物理材料工学部、建築学部、思想理論学部、国際文化交流専門学校、北東部少数研究所、体育研究部など19工学、科学、経済学、経営学、文学、法律、芸術の分野をカバーする教育研究ユニット52の学部専攻。学校は、香港、マカオ、 台湾の31の省、自治区、自治体から集まっており、56人の生徒が60%以上、少数民族、少数民族、西部地域の生徒が80%以上を占めています。858名のフルタイム教師、43.5%の博士号を有する教師、90.3%の修士号以上を有する教師、50%の 上級職及び技術職を有する教師及び34.3名のデュアルタイプ教師パーセント教師の中には中国科学院の100人の会員プログラムのような98人の優秀な才能と全国の優秀な教師や他の賞や賞レベルのような様々な名誉称号を獲得した36人の教師があります。独特の特性を備えた 高水準の近代国立大学を建設することを目的として学校は少数民族及び少数民族地域に奉仕するという使命を守り質の高い学校、科学技術、強力な学校及び科学の発展と改善への国際開発戦略の実施を守ります。教育、研究、規律の構築、教員、才能の訓練及び他の面でのメインラインとしての 品質は、コートに基づいて、国に役立つ、アプリケーション思向、教育革新、質の高い学校、自分の適性、団結と調和、包括的に教える学校を運営することの特徴は、沿岸の空き地における、高品質の全国高等教育の開発における、革新への道を守備よく探求した。学校では常に、学部教育の質を中心に置き、 8つの全国レベルの専門建築ポイント、9つの州レベルの使用分野、3つの州レベルの工学技術研究センター、及び6つの州レベルの使用研究所を設けています。州及び省庁レベルでは、3つの主要な人文科学、研究拠点があり、同時に、それらは国立内務委員会の革新的な専門学位を取得した。 卒業生の訓練拠点としてて承認されています学校は常に教育活動の中心的な立場を順守し、教育改革と基本的な教育構築を継続的に深めています。学校は全国教育の功績に対して2秒の賞を受賞し、両年賞で教育の功績に対して6番目の賞を受賞し、そして十二票の賞を受賞しました。二千六年には、 同校は、同国で最初の大学英語教育改革実証学校の一群として評価され、2007年には文部省の教育作業レベルの評価に優れていました。2010年に、それは国民の教育制度改革のための試験的な学校として承認されました。学校は、両年賞で全国バイリンガル教育実演コースと18の質の高いコースを構築しました。 2012年から2014年の両年賞の大学の総合評価では学校の工業デザイン、ネットワーク工学、ジャーナリズム専攻が1位でした。工業デザイン、ネットワーク工学、そして日本の専攻が両年賞で最初の学部専攻のバッジを授与されました。学校の学部生の革新教育、バイリンガル教育、及びカリキュラム教育の国際化は 広く、社会から認識されています。学校の設立以来、学校は3万人以上の学部卒業生を訓練しており、雇用率は14年連続で90%を超えています。2010年4月に、この学校は全国で50人の卒業生の典型的な経験を持つ大学及び、大学の最初のバッジの一つとして教育省から授与され、 大連の15の国籍大学及び大学の中の唯一の大学及び大連の大学です。近年では学校はまた大学生ボランティアサービスのための国立デモンストレーションスクール、両姉省の卒業生の雇用のための高度な集団、国立民事委員会雇用学校及び両姉大学学生企業家教育モデル学校の名誉称号を獲得しています。 2009年9月と2014年9月にこの学校は国務院から国家統一と進歩の国家モデルという名誉称号を2回授与されました。発展の新しい段階では大連民族大学は党の教育政策と国家政策を完全に実行し常に少数民族と少数民族地域のための学校運営の目的を把握し基盤を強化し構造を最適化し ガニを強化し、少数民族を促進する。民族地域の経済的、社会的発展と長期的な安定は、才能のサポートと知識の貢献を提供し、教育の質、ランニングスクールのレベルとランニングスクールのレベルをさらに向上させ、ランニングスクールの強度と総合的な競争力を高めます。よりカラフルで新しい賞。大連民族大学は2つの開発区。 すなわち開発区と金7区に分けられ、総面積は77.6万平方メートルで、キャンパスの総建築面積は48万9千平方メートルです。大連民族大学には19部門があります。経済経営学部機械電気情報工学部、ライフサイエンス学部外国語文化、カレッジコンピュータ理工学部、デザインスクール土木建築学部建築学部,建築学部、 文法学校理学部財団部国際ビジネススクール、情報通信工学部環境資源学部物理材料、工学部国際文化、交流専門学校北東少数民族、研究所体育研究部イデオロギー、政治理論教育研究部学校には14,129人のフルタイムの学生がいて、少数民族の学生が60%以上を占めています。ありがとうございます。